ここより世界に痛みを。神羅転生。一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだからそうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。そういうガキなところは全く変わらんの。なあなあ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。ナルト？ナルトなの？え？もしかしてさくらちゃん？いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃない。うわあ、ほんと久しぶりだな。それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱田とこに向かうぞ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセンに、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。
ったく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたことはなかっただろうからの。大丈夫です、ジュライア様、ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れて行きます。おお、帰ってきた。そうそう、さくらちゃんとデート。違うっつの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。いいな。よし。序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんかワクワクするってばよ。失礼します、綱手様、ナルトを連れてきました。おお、久しぶりだな。ばあちゃんに静音の姉ちゃん、元気してたか。ナルト君、お久しぶりです。その創造しさ、変わらないな、ナルト。ってわけでエロ仙人とすげえ修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん、これからの活躍に期待してくれ。自信を持つことはいいことだ。だが期待するのはお前たちが相応の力をつけているかを試してからだな。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を受けてもらうってことだ。よう。うわあ、カカシ先生ってば全然変わってねえ。お前も、ま、その性格は昔のままだな。あの、カカシ先生、試験って何のことなんです？それに、お前たちって。ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの三年でどれほど力をつけたのか、そしてこれから共に任務を行えるかどうか、これを使ってその見極めをさせてもらう。鈴？ってことは。ああ、お前たちにやってもらうのは3年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取りか。懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。それじゃ、待ってるぞ。ナルト。ああ、俺たちの成長ってやつをカカシ先生にしっかり見せてやろうぜ。この先でカカシ先生が待ってる。ナルト、準備はもちろんできてるわよね。もちろん、やってやるってばよ。それじゃ、行くわよ。おお、来たな。すみません、お待たせしました。準備はできたか、二人とも。はい。おっ。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと
鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。だな。さて、始めますか。うん、はい。俺も少し本気を出さないとな。さあ来い。行くわよ。次はどうさて、これからこいつら水筒水流弾の術。さくらちゃん、僕やれた。本当に鈴取られちゃうとはね。ナルトだって。よし。やれやれ。まさかお前たちがここまでやるとはな。正直驚いたよ。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもね。何言ってんのよ偉そうに。俺の想像を超えるとは。まったく頼むし。なあなあ、カカシ先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん、ああ合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。オス、それじゃあ俺はこれにてドロン。やったなさくらちゃん。よし、これから頑張るぞ。ナルト、
改めてこれからもよろしくね。おう